TikTok 上半期トレンド大賞2024年大賞はこちらです。<music> TikTok 上半期トレンド大賞2024大賞はショートドラマです。<music> 本日は大賞を受賞しましたショートドラマを代表してごっこクラブの皆さんにお越しいただいておりますどうぞご登壇ください,いはい縦の女性ですではフォトセッションです えー、この度こんな素敵なショー、まあ、して大賞、ショートドラマいただいて、本当に、えー、感謝しております、あと、まあ、ごっこクラブとして我々、われわれ、ショートドラマの代表として、ここに立たせていただいてるんですけど、まあ、あ TikTok、ショートドラマクリエーターの皆さん、本当におめでとうございますっていうのを、ちょっと僕からもあのお伝えしたいなと思ってます、本当、皆さん、ありがとうございます。で、やすこさん、やす子さんも、この TikTok のショートドラマ、注目されていらっしゃったんですよね。 はい、見たことあります。うん、ゴッコクラブさんの短い時間なのに、ものすごい満足感があるじゃないですか。うん、心を動かされて、ぜひあのやすこの雑つ作家になっていただきたいなーって思います。<laughs> ものすごいアイデア力。<laughs> なんかもうやすこさん、今日、なんか特別に用意したものがあるというふうに伺っているんです。そうなんです。ちょっとやっぱゴッコクラブさんのあの素晴らしい作品にちょっと仮面をきまして。はい、自分もちょっと、あのー、絵コンテを考えてきまして。絵コンテ。よかったら見ていただきたいなと思って、はい、これちょっと。 自分があった実話なんですけどこうあのネタを、ね、してたんですテレビでテレビでネタをしてた時に最初は順調だったんですけどネタを飛ばしてしまって頭が真っ白になっちゃってお客さんの前でカメラが回ってるのにもう涙が止まらなくなってあの袖にはけちゃったことがあるんですねその時にもう見てわかるんですけどあのハリウッドザコシショウさん あの私はあのソニーミュージックアーティストという,いう事務所でハリウッドザコシアさんとか錦鯉さんとかバイキングさんとかあのハゲと裸しかいない事務所なんですけど <laughs> そこのハリウッドザコシアさんが袖で見ててああもうだめだな芸人終わりだなって1年目の時だったんですけどそのああもうダメだめだってなってた時にええやんええやんって声をかけてくださって。 これもまたトークにできるやんといいエピソードできたやんとハリウッドザコウシオさんがなんかこのじ芸人は喜怒哀楽全部をエピソードにすることができるんだよって教えてくださいまして その後にハリウッドザコシショウさんをはじめいろんな先輩方がネタ面白かったよとか失敗したことしかないよっていう先輩たちがいまして自分はその時に優しいなとか先輩のようになれるよう頑張るぞって思わせていただいた思い出があるんですけどもぜひこれをあのごっこクラブさんになんかこんな感じじゃなくてもいいんですけどあの作っていただけたらいいなって思ってるんですけどどううでですかかねいかがでしょやります。 早い,早いうわーい絶対やりましょう視聴、はい、<え>者の皆さん、この人たちめっちゃいい人たちで <laughs> 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 これだけのクオリティで,できてるじゃないですか。<laughs> どうですか。もうそのショートドラマの映像浮かんでますか。いや本当にあの僕らあのいい悪いところでもいいところでもあるんですけど、はい、絵コンテとか自コンテを書かないでドラマを撮るんですよ。ええ、そうなんですか。こんだけご用意していただいたのは安子さんが初めてでして、はい、感動してるんですけど、あのやっぱショートドラマの良さはあのまあ準備するコストパフォーマンスとかもやっぱりいいので、もうやろうって決めたらやりましょう。はい。えー、すごい。